こんにちは、スーパーモンキーズの伊藤です。今日土曜日6月1日、もう昼になってますが、今から久保川手前の海洋堂に行きたいと思います。海洋堂ツーリングであります。それではミマベース出発です。今日土曜日はいい天気なんですが、明日はすでに崩れてくるということなんで、まあ、とりあえず今日のうちに、海洋堂の方に行きたいと思います。キャンプ地は三島キャンプ場を予定しておりますが、ちょっとまだ分かりません。行けたらどうなるか分かりません。さあ、近中までやってまいりました。集合場所、ダイレックス広見て見えてまいりました。お、幹事長がいました。到着。さあ、それでは近中出発です。とりあえずホビー館に行こうということになりました。よっしゃ、さあ、ここで、松の江川崎の方、381号線向いて曲がっていきます。さあ、この交差点左折して、江川崎の方向いていきます。から高知県です。東亜まで15キロ、大正までもうちょっとあります。ホビー館大正のちょい向こうなんでまだまだです。
さあ江川崎までやってまいりました、381号線久保川の方に向かっていきます。右に曲がれば中村。さあ右が道の駅東和です。東和を過ぎまして続いて昭和、三島キャンプ場がもうあと3キロぐらいです。お天気ちょっともう青空半分はなくなりました。だんだん雲が多くなっております。三島トンネルです。さあトンネル抜けますと、右手に三島キャンプ場があります。これの右手が三島キャンプ場です。とりあえず今日もう予定しておりますがどうなるか分かりません。まだ大正に入ってまいりました。さあ右手が道の駅大正です。道の駅大正、ホビー館の入り口の看板見えてまいりました。ホビー館まで5キロ。この右手がカッパ館でしょうか。
さあ右下にホビーカー見えてまいりました。これがそうでしょうか。初めて来るもんでちょっと分かりませんが、入り口と書いております。おお、小学校跡か。なるほど。到着。Thank you.